クレイトン・キース・ヤイターはアメリカ合衆国の政治家。共和党に所属し、ジョージ・ H.W. ブッシュ政権で23代目アメリカ合衆国のオーム長官を務めた。1930年12月10日にアメリカのネブラスカ州ユースティスにおいて誕生した。1948年にはユースティス高校を卒業した。ヤイターはネブラスカ大学に進学し、 1952年に優等の成績で畜産の学士号を取得した。1952年から1957年までアメリカ空軍で勤務した。1957年から1975年までは即応予備役としてアメリカ空軍に協力した。またヤイターは1957年以降農場の経営を行った。 ヤイターは、ネブラスカ州中部に2500エーカーの農場を構え、工作、放牧、畜産の事業を行った。1960年1月から、ネブラスカ大学で非常勤講師として勤務し、農業経済学部で農業法律や農業経済に関する講義を行った。ヤイターは、ネブラスカ大学で、ホーム博士課程及び、博士課程に進学し、 1963年にホーム博士号、1966年に農業経済学の博士号を取得した。またヤイターは1960年に半期だけ陰性を対象とするウィスコンシン大学の講座で農業経済学を学んだ。ヤイターは1963年にネブラスカ州で弁護士としての認可も受けた。 1965年1月から1966年に1月までは、ネブラスカ大学で常勤の講師として勤務した。1966年1月に、ネブラスカ大学を辞め、リンカーンで弁護士業を開業した。まもなく、ヤイターは、ネブラスカ州政府で行政補佐官に採用され、1968年9月まで、州政府と、 株組織との間の調整役を務めた。ヤイターは、衆議会との連絡役も務め、課税基盤拡大や、教育援助に関する法案の基礎を支援した。ヤイターはまた経済開発省の創設や、最低賃金額の制定、ネブラスカ大学とオマハ大学の合併、電気通信委員会の設立などの立法にも、関与した。 1968年9月から1970年10月までネブラスカ大学コロンビア支部で支部長を務めた。ヤイターは当時として世界最大級の農業技術援助を行う機関の長として様々な組織から支援を受けた。アメリカ中西部の6大学から土地の無償提供を受け、さらにケロック財団やホード財団から多額の資金協力を受けた。ヤイターは 定型大学の学生や卒業生と協力して農業技術の研究及び発展に努めた。1970年10月から1971年12月までアメリカ合衆国農務省の消費者マーケティング部長を務めた。ヤイターは食肉の検査、農業生産物の品質確保、製品基準の普及、市場情報の収集、市場取引の管理、 学校給食制度のための配給食品の調達などに責任を負った。1972年1月から12月までは、リチャード・ニクソン大統領の選挙活動を支援するため、大統領再選委員会で地域事務総長を務めた。ヤイターは、アメリカ中西部7州における大統領、選挙運動について全責任を負い、1972年、 アメリカ合衆国大統領選挙でのリチャード・ニクソン大統領の再選に貢献した。また、アメリカ50州すべての選挙運動について農業政策に関する管理責任を負った。1973年1月から1974年3月まで、ヤイターはマーケティング及び消費者問題担当のアメリカ合衆国の無次官補を務めた。 ヤイダーは国内市場活動の政策について実質的にすべての権限を握った。ヤイダーはアメリカ合衆国農務省内の組織について動植物調査局、農業市場局、先物取引委員会、食品栄養局、飼育場管理局を管轄した。1974年3月から1975年6月までは国際問題を呼び、 商品政策担当の農務実感法を務めた。ヤイターは農業安定維持局、海外農業局、連邦穀物保険公社、商品金融公社を管轄した。1975年6月から1977年2月まで、ヤイターはアメリカ合衆国特別通商副代表を務めた。ヤイターは連邦政府が行う通商交渉の実施について責任を持ち、 各省庁や委員会との協議、各国代表との事前調整などを行った。1985年7月から1989年1月まで9代目、アメリカ合衆国通商代表を務めた。ヤイターは通商代表として、国家全体の通商政策を決定し、加えて重要な貿易問題を調整した。またヤイターは、 相互多角的な貿易交渉の方針を定め、その実施戦略について責任を負った。ヤイターは、ロナルド・レーガン政権における通商会議を取り仕切った。ヤイターは、カナダとの間での自由貿易協定交渉を行い、1988年1月に、米価自由貿易協定を締結した。後にヤイターは、この協定について、カナダ国民は何に調印したのか理解していない。 今後20年でカナダ経済はアメリカに吸収されるだろうと発言した。1989年2月から1991年2月まで、ジョージ・ H.W. ブッシュ大統領の時代に23代目、アメリカ合衆国農務長官を務めた。1977年4月から1978年6月まで、ヤイターはネブラスカ州林間の法律事務所、ネルソン、 ハーディング、ヤイターレナードに上級経営パートナーとなった。この法律事務所は州内の複数の都市に所有していた。ヤイターは農業関連の主に事案を担当し、ワシントン DC の事案あるいは国際的利益に深く関与する事案についても調整役を務めた。1978年7月から1985年6月まで、 シカゴ商品取引所の最高経営責任者を務めた。ヤイターは先物取引部門の充実を目指した。ヤイターは各国通貨為替を対象とした商品、短期国債やユーロダラーなどの金利を対象とした商品、S&P500 などの株価指数を対象とした商品と牛や豚などの家畜を対象とした商品などの取扱い商品の充実化を図った。 さらにヤイターは先物商品のオプション取引についても制度化を図った。2017年3月4日にメリーランド州の自宅にて死去。86歳であった。没後に日本政府より日米関係への功績を沢とされ、朝日大受賞を授与された。ありがとうございます。